リーグディビジョン2第20節です。東京ヴェルディ1969対ベガルタ仙台です。放送の解説は元ヴェルディ川崎ゴールキーパーの藤川貴之さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。4位のヴェルディと2位仙台、はい、これは中盤戦非常に重要な試合になってきますね、はい、そうですね。今後昇格争いを考えたときにこの試合は大切な一戦になると思いますので、ぜひ注目したいと思います。はい、はい、ヴェルディ戦の全試合の情報をお送りするヴェルディスペシャル、これまで放送がなかった3試合のハイライトをご覧いただきます。右太もも裏を痛めた平本に代わり斉藤が先発。最下位徳島を相手に何としても連敗を止めたいヴェルディ。ところが前半32分、徳島にロングボールで簡単に裏を突かれます。クリアボールをカットされハジがシュート。高木が弾いたところをジョルジーヌに押し込まれ徳島に先制されます。さらに後半8分、中盤でボールを奪われるとディフェンスラインの裏をまたも簡単に破られます。これをジョルジーヌに決められ2点目、リードを広げられます。2点を追いかけるヴェルディ、松浦がキーパーと1対1。ロスタイムには斉藤がノーマークでシュートを放ちますがゴールならず。決定力を欠いたヴェルディ、これで5試合連続無得点、泥沼の4連敗です。バジーリオが右太もも肉離れで戦線に立つ。代わりに松浦が今シーズン初先発、故障明けの平本はベンチスタートです。崖っぷちに立たされて迎えた湘南ベルマーレ戦、前半2分、左からのクロスを松浦がダイレクトボレー。積極的なプレーで攻撃のリズムを作ります。前半24分、松浦がヘッドで競り合った浮き球を大野がボレーシュート。チーム6試合ぶりの得点はキャプテン大野の移籍後初ゴール。ヴェルディが先制します。そして後半、ラモス監督は追加点を狙いエース平本を投入。その平本、スピードに乗ったドリブルでゴール前に切れ込み、ペナルティーエリア内で倒され PK のチャンスを獲得。キッカーは平本。これを確実に決め9試合ぶり7ゴール目、ヴェルディがリードを広げます。終盤、湘南に怒涛の反撃を受けますが、キーパー高木のファインセーブなど最後まで集中力を切らさず無失点で切り抜けたヴェルディ、連敗を4でストップ、4位に浮上です。今日の試合をきっかけに湘南上がっていきたいと思うんで、一斉で応援に来てください。よろしくお願いします。ただ我々やろうとしていることは信じて、彼らもうちょっとね勇気持って自分たちの力を信じてやれれば、そんなね負けるはずがないなと。まあ今日も本当に立ち上がり非常に彼ら本当に勝ちたいという意識でもあって、まあやっと目が覚めたんじゃないかなと。これモデルにしてほしくないですよね。これは新しいスタートにしたいなと思っています。最下位のザスパ草津戦、前回の対戦でハットトリックを決めた平本が3試合ぶりに先発。連勝し勢いを取り戻したいヴェルディ。前半23分、ゴール正面でフリーキックのチャンス。キッカーは大野。ゴール左隅へ絶妙なコントロール。大野の2試合連続ゴールで先制します。これで勢いに乗ったヴェルディ。40分、久保がドリブルで仕掛け右サイドの藤田へ。ゴール前のクロスに飛び込んだ斉藤がヘッド。3試合連続で先発起用したラモス監督の期待に応え7試合ぶり2ゴール目、リードを広げます。さらにロスタイム、平本がスピードを生かしたドリブルでディフェンスを引きつけ大野へ。これを大野が冷静に決め、この試合2点目、3対0と大きくリードして前半を折り返します。後半に入り再三草津のカウンター攻撃を受けるヴェルディ、しかし体を張った気迫のディフェンスでゴールを許しません。試合終了直前には平本の2試合連続ゴールでダメ押し。4対0の快勝で2ヶ月ぶりの連勝を飾りました。現在4位のヴェルディ、 J1 昇格へ
今日の2位仙台戦はリーグ中盤戦の山場となる。4月の前回アウェーでの対戦では3対0と完敗。特に得点ランクトップのボルジェスと2位ロペスを中心とした J2 ナンバーワンを誇る仙台の攻撃力は脅威。2試合連続無失点のヴェルディ守備陣は気迫で上回れるか。調子を上げてきた攻撃陣が少ないチャンスを生かし3連勝を狙う。ヴェルディ J1 昇格争い生き残りへ重要な一戦は間もなくキックオフ。連敗を脱出しまして現在2連勝中のヴェルディなんですが、今日の試合でですね、鍵になる選手、藤川さんは誰だとお考えですか？そうですね、私は新しく新加入しました、貝本選手と石川選手、2人のサイドバックですね、両サイドバックにぜひ注目してですね、今日の試合を観察したいと思います、ラモス監督自身もそのサイドバックが一つの鍵になるだろうというふうな話もしてますよね。そうですね、仙台の両サイドバックも攻撃的なので、ここのしのぎ合いのところをじっくり観察したいと思います。はい、2位の仙台、そして強力なブラジル人トリオ相手にヴェルディどんな試合を見せるんでしょうか。連勝を3に伸ばせるんでしょうか。まもなくキックオフになります。ヴェルディのキックオフで試合が始まりました。国立競技場、東京ヴェルディ1969のホームゲームとなります。早速右サイド駆け上がっていったのが今日貝本浩二郎、この新潟から移籍してきたばかりの選手です。ご覧の43番が貝本です。そして左サイドバックには鹿島からの石川達也という、この両サイドバックを先週獲得したばかりですが実戦投入の東京ヴェルディ1969です。早速右サイドから攻め込んできました。放送の解説は藤川貴之さんです。藤川さん、はい、両チームともに非常にこのサイドに特徴があるということで、今日見どころを挙げるとどんな点になるんですか？そうですね、ベガルタ仙台の方のシステムが 4-3-3 になってますが、両サイドバックの菅井選手と村上選手がものすごい高い位置に、今ご覧になっても分かると思うんですが上がってますよね、いますのでですね、そこの両サイドのサイドバックの攻防というのはすごい一つの大きな要素になると思います。勝敗を分ける要素になると思います。さあ、ライン4技が絡んでいきましたが、これは東京ヴェルディ1969ご覧の44番、今日左サイドバック投入されたばかりの石川が前線にボールを送り込んでいきました。跳ね返されたボール、仙台ボールになります。白のユニフォームがベガルタ仙台、そしておなじみ緑のユニフォームが東京ヴェルディ1969です。さあ、それでは東京ヴェルディ1969のスターティングメンバーをご紹介しましょう。ゴールキーパー高木です。そしてディフェンス4バック、新加入新潟から貝本が右、そしてセンターバック戸川、萩村、そして左サイドバック鹿島から新加入の石川です。この選手です。さあ、いいボールが入ってきたが、これはゴールラインを割っていきます。そして中盤です。右のミッドフィールドに久保、そしてダブルボランチ金沢ねじめ、左にキャプテンの大野です。ツートップはエース平本が出場停止ということもありまして、斉藤と飯尾のツートップになっています。サブのメンバー5人です。水原、菅原、大橋、アナウイさん、そしてアンダー19日本代表インド遠征から帰ってきたばかりの森本がベンチに入っています。さあ、ハーフエンライン上ボールを奪いました。ねじめが前に上がっていこうというところ、中盤今度はこちらベガルタ仙台がボールを奪います。チアゴのエビス、この辺り中盤の攻防が激しくなります。9番このボルジェスはここまで9ゴール、リーグトップというこの成績です。向こう側のタッチラインを割りました。立ち上がり2分が過ぎたところ、早いチェック、これはファウルになります。それでは東京ヴェルディ1969ベンチサイドどうでしょうか。中野健吾アナウンサーです。中野さん、はい、2連勝、そして聖地国立で迎えた2位仙台との一戦ということですね、選手たちも高ぶる気持ちを抑えきれないといった様子でピッチに上がりました。前回負けている仙台戦だけに、ラモス監督はこの一戦を絶対に負けられない試合という表現の仕方をしていましたね、はい、そして新加入の石川、貝本の両サイドバックに外からどんどんボールを放り込ませて攻撃の形を作っていきたい、そして最後にですね、はい、2人にとっていいデビューにしようということを言ってピッチに送り出しました、はい、藤川さん、はい、ラモス監督はやはりこのサイドバックを一つ、ここまでの弱点だというふうに挙げていて、はい、新しい戦力を今日使ってきたわけですね。そうですね、やはりスカウティングをされていると思うので、そこの点はすごい注意して指示を出していると思います、はい、そして先ほどの話にもありましたが4月のまた早いリスタート、さあ右サイドバックシュート、
菅井のシュート、これは高木を抑えました。いや早いリスタートからいきなりのシュート。そうですね、今も菅井選手サイドバックの選手なんですけど、彼があの位置にいるんですよね。ロペスからの早いリスタート、いきなりシュートまで来ますからね。はい、さあそしてコーナーキック1本目になります。白のユニフォームビガルタ仙台、手前からチアゴのエビス、左足のコーナーキック、低いボール、これはヘディングクリア、ベルディです。こぼれ球でアン・ヨンディ、ここは落ち着いてボールをキープしたいところです。これはベルディボールになりました。さあそれではチャンスを作ったベガルタ仙台のスターティングメンバーです。ゴールキーパー高桑です。そしてディフェンス4枚、先ほどシュートを放ちました菅井、センター北に白井、そして左に村上です。中盤は3ボランチ、千葉、熊林、リャン・ヨンギ、そして強力なブラジル人トリオ、ロペス、チアゴ・ネイビス、ボルジェス、注目です。特にロペスは8ゴール、そしてボルジェスはリーグトップの9ゴール、2人で17得点という破壊力を誇りますこのベガルタ仙台です。高木がゴールエリアギリギリまで出ています、ペナルティエリア。サブのメンバーはご覧の通りとなっています。藤川さん、はい、ですからこの3人のブラジル人、はい、これをいかに防ぐか。そうですね、そして引いて守る相手にどうやってシュートを決めていくのかというのがベルディの課題になると思うんですが。そうですね、あとは両サイドバックの高い位置からの今みたいな攻撃には気をつけた方がいいと思います。さあ裏に抜けようというボール、イーグルに出したボール、これはヘディングで跳ね返しています。ベガルタ仙台ここでいい位置でフリーキック得ています。これを倒されたのは石川です。44番の石川倒されまして、これはペナルティエリアのやや外側、後ろからリャン・ヨンギがファウルという形になりました。10番のレン・ヨンギファウルを取られています。これは藤川さん、絶好の位置でのマッチです、ね、最初のチャンスですね、はい、そしてこの右足棒のいいものを持っています。そして石川の左足というのも練習今週見る限り素晴らしいものがあります。そして182センチ、貝本も上がってきました。さあベルディ最初のセットプレー、チャンスを迎えています。キッカーはキャプテン大野か、あるいは石川か。大野の右足、壁に当たっています。こぼれ球は石川、前に送ってシュートまでいけるかどうか。大きくディフェンダー跳ね返していきましたベガルタ仙台です。前半の5分が経過しました。さあ藤川さん、はい、立ち上がりの5分ですけれども、藤川さんはどうご覧になりましたか。はい、そうですね、ベガルタがもう少し高い位置で来るかなと思ったんですが、逆に引いて、まずベルディの様子を伺うような戦いぶりになってますね。はい、こう引いているというのはどんな意図があるんでしょうか。ベガルタが引いているというよりも、はい、ベルディの方が前から行けているというイメージが強いと思うんですが。さあ43番のカイムとかご覧のように上がってきて、クロスボール、斉藤に合わせて右足で折り返していくと、これはクロスバーを越えていきました。サイドからチャンスを演出しました。43番の貝本、新潟から新加入したばかりのこの43番貝本です。ここで斉藤が角度ないところからシュート、あわやオウンゴールというところでした。監督のラモス監督の指示通り、サイドバックがどんどん行ってますね。はい、はい、津波コーチ、このベルディの今年コーチに入ってますけれども、去年はベガルタ仙台の監督で、はい、藤川さんも監督コーチと間柄だったと思うんですが。そうですね、はい、もう知り尽くしてますよね。ある程度メンバーは変わってますが。そうですね、津波監督は選手の特徴もよく分かってると思います。はい、前半はとにかく両サイドガンガンに上がっていけという練習中の指示がありました東京ベルディです。さあそれではベガルタ仙台のベンチの様子聞いてみましょう。日本テレビの右松健太アナウンサーです。右松さん、はい、ベガルタ仙台のジョエル・サンタナ監督なんですけれども、はい、一連迎えましたピンチに対しては、静かに見守っているといったそういった様子です。また国立競技場で試合をすることにですね、非常に強い思い出があるそうで、やはりこの神聖なスタジアムに見合うプレーがしたいと。そしてその思いは選手にも当然ありまして、背番号10番のヤン・ギョンギは高校時代大阪朝鮮で国立を目指していた一人なんです。あ、高校サッカーですね。そうです。ですから今日は初めての夢のピッチということで楽しみですと、そう話をしていました。なるほど。さあいいパスが入った、いいよ。さあそして詰めてくる選手はどうか、もう一度選手に送り返していきます。大野が落として、しかしこの辺りディフェンスを固めています。ご覧の4番の白井、この試合は今日この試合のために頭を丸めてきたそうです。藤川さん、あ、そうですか。何でもこう連勝
4連勝するために気合を入れたんだというふうに白井話しています。今シーズンになってからもともと頭は結構丸めてはいたんですが、ね、はい、3ヶ月ぶりにまた丸刈りにしたというこの白井です。あ、そうですか。さあ前線に送り返していきました。このベガルタ仙台にしても途中11戦無敗という素晴らしい時がありました。そして柏戦で一旦その無敗は途絶えるんですが、その3連勝、まあベガルタも今年こそ本気で J1 をいう気持ちがありますからね。あの柏戦も敗れたんですけど、どちらが勝ってもおかしくない試合でしたから、はい。さあ9番のボルジェスがボールを持っています。リーグ9得点トップ。さあそしてロペスの右足、これは詰まったところ、一瞬遅れましたがゴールキーパーの高木が抑えました。これでベガルタ仙台2本目のシュートです。このロペスが前このヴェルディやられてしまったんだと口々に話していましたが、はい、本当にあのミドルからのシュートというのも驚異的ですからね。そうですね、彼はあの助走なしであのすごいミドルシュートを打てますので、気をつけた方がいいと思いますね。さあこのブラジル人トリオをどう防ぎ、そしてどう攻撃していくか東京ヴェルディ。さあキャプテンのボード、一旦ゴールキーパーの高木にボールを戻しています。前半まもなく10分になろうという時間帯です。国立競技場で行われています J リーグディビジョン2の第20節、ヴェルディ対ベガルタ仙台です。あ、今までのヴェルディない動き、両サイドが上がっていきます。大野が一旦ボールを落ち着けて、斉藤がこの位置、いや久保が受けています。最終ラインまでボールを下げました。今日国立競技場の試合、思い入れが、まあ、両チームともに深いということなんですけども、残念ながらのバックスタンドが改修中ということで、はい、ここは観客が入れない状況になっています。さあヘディングでいったボール、ここに久保が行きます。一つ落として石川が上げてきた、巻いてきたボール、こぼれ球どうか、左足のシュート、ゴールキーパー高桑が抑えました。大野も積極的にゴールを狙っていきます。ここ2試合連続ゴールを上げているキャプテンの大野、チャンスがあればシュートという形。長谷川さん、はい、その大野なんですけれども、やはり最近の得点についてフォワードが裏をつく動きを積極的にしてくれたので、それにより中盤の位置が広がって、まあ、自分自身の攻撃のバリエーションが増えたということを言っていましたね。さあそしてコーナーキックのチャンスを得ました、キッカー久保です。長身の萩村も上がってきているセンターバック、高いボール、巻いてきたボールは高桑を抑えました。前半10分が経過しています。この高桑も東京ヴェルディ1969に2002年に在籍していました。まあ、今日入っていた控えの小針も元ヴェルディです。さあチャンスになったロペスだ、これを石川が押し返していきます。ロペス倒れているが、今度は9番ボルジェスのところにボールが回っていきます。貝本前線に送っていきました。どうでしょう藤川さん、立ち上がりこのボールの奪い合い激しいものがありますね。そうですね、あのベガルタが本来やりたいサッカーを今ヴェルディがやってますね。はい、ベガルタ仙台としてはなるべく引きたくないという思いもあるでしょう。そうですね、両サイドバックが今日はあの試合当初からあのちょっと引き気味なので、逆にあのヴェルディの方が両サイドバック高い位置でどんどん攻撃を仕掛けているので、それが決定的チャンスの多さになっていると思います。はい、このところのヴェルディは実はそういった動きがサイドバックになくて、そうですね、でそれを求めてこの左に石川、右に貝本を先週移籍獲得したばかりなんですよね。そうですね、それがすぐ結果となって今いい形で現れてますね。実戦ヴェルディこれ初という両サイドバックです。あ、ここでイエローカードが金沢ですね。金沢に出ています。ボランチの金沢にファウル、イエローカードという形になりました。金沢はこれで累積2枚目ということになります。さあ遠目の位置、ゴール真正面です。強烈なキックを持ちますキャプテンの村上か、ゴールキーパー高木、壁は4枚出ています。ヴェルディ先制を許したくないと話していた高木です。さあ村上の右足、これはクロスバーを越えていきました。この村上の右足というのは強烈ですからね。そうですね、あの昨シーズンも2点か3点ミドルシュートを入れていると思います。はい、セットプレーでも確かなものがあります。 J1 昇格へ、ラモスヴェルディの未来がこの男に託された。新キャプテン大野春隆、今シーズンレイソルから新加入の大野、ユース日本代表で中村俊輔とコンビを組み天才司令塔と呼ばれたが、
出場機会を失い不遇の時を過ごしていた。そんな大野を高く評価したのがラモスだった。蘇った天才大野が伝統の背番号11を背負いヴェルディを牽引する。ラモスさんに恩返しっていうか、自分がグラウンドに立っている以上は走れなくなるまで戦うことは、はい、約束します。6.12 勝負の初戦、オーストラリア対日本。その試合開始直前、決戦の力の最新情報、2006 FIFA ワールドカップデイリー、12日夜8時。セパ交流戦、原巨人が世界一の王監督率いるソフトバンクに挑む。日本プロ野球2006、今夜7時。ジャイアンツも B 太郎。原材料コーヒー以上、ブラック無糖は UCC、 キャンペーン実施中。ボケて突っ込んでおばちゃんは今日もラップラップラップ、原田にありがとうです。僕たちの4枚目のシングル大阪おばちゃんロック、発売中です。よろしくね。週末の FIFA ワールドカップは日本テレビ系列で、民放最多の5試合放送、しかも超豪華カードが目白押し。金曜土曜のワールドカップはご覧のチャンネルで。スポーツウルグスも B 太郎。矛盾しているようですが、しっかり食べれるけどあっさりしている、トマトグリルチキンサンドできました。 I'm loving it。 だってどっちも欲しいんだもの。2006、今年も豪華ラインナップ、8月26日土曜日、27日日曜日、味の素スタジアムにて開催。ご覧の電話番号で特別先行予約受付中。タウンワークワイド版を読みながらの演技です。素晴らしい。社員か派遣の仕事を探してますね。素晴らしいキャッチでした。素晴らしい。結果が気になります。あ、見つかりましたね。よかった。タウンワークワイド版、リクルートから。大和ハウススペシャル、地球ゴージャスプロデュース公演、ヒュメニティ・ザ・ミュージカル。桃太郎は愉快な仲間たち。上空は右から左に風が流れている、このヴェルディのバックスタンド側です。多くのサポーターがヴェルディの3連勝を願っています。あのヴェルディは4連敗という5月の時期がありました、はい、横浜、水戸、山形、徳島、はい、まあ、格下と思われるチームにも負けたということでチームもだいぶショックを受けていました、はい、まあ、ただあの湘南戦5月27日の試合で連敗を断ち切ったんですけれども、はい、前に宿泊したホテルで選手たちがみんなで話し合ったんだそうです。あ、はい、それこそ高校の部活のようだったと萩原も話していたんですが、はい、そこからチームが一つになってチームのために、このチームメイトのために何かやろうという気持ちで一つになったというふうに話しています。あの、もともと自力のあるチームなので、あのチームが一つにさえまとまればですね、あの必ず力は出てくると思っていました私は、ね、はい、そしてラモス監督がそういう部分というのは一番このチームに注入したかったことなんでしょうからね。そうですね。あの現役時代のラモスさんもよく知るこのヴェルディ川崎時代からの付き合いになる藤川さんですが、はい、ラモスのサッカーというのはあのまず今求めているものっていうのも、やっぱり選手一人一人の自立っていうものも求めていると思うんですよ、監督が言われた指示に対して自分たちが自立して考えてまたそれを膨らませていくっていうことが大事だっていうことだと思ってると思うんですね、はい、それが少しずつできるようになってきたかなっていう、それが結果に出てきたかなっていうふうに思うんですけど、はいはい、さあそして今メインスタンドから観戦という形になったのは、この試合は累積で出場停止になっているエースの平本です。まあ、平本も今シーズン8ゴールを挙げていますからね。そうですね。できればこの一番出たかったですけども。そうですね。今日は斉藤、ご覧のこの斉藤と飯尾です。頑張り屋の2人のツートップですね今日は、はい、斉藤はとにかく運動量、そして飯尾もチャンスメイク、そして裏への突破というのがありますからね、はい、スピードがありますからね。さあ後ろから上がってきた25番の菅井、これを大きく蹴り返していきます。44番左サイドバック石川、手前のタッチライン終わっています。まもなく前半の30分を迎えようという時間帯です。
今日のツートップ16番の飯尾、39番の斉藤雅樹です。飯尾は今日は1本のシュートがこの試合の明暗を分けるだろうというふうに話しています。まあ、お互いにディフェンスも固いですし、はい、そういった意味ではどちらが先制してその決定機をどちらが決めきるのかというのが、そうですね、分かれ目になるでしょうからね。はい、あの一つの得点で流れが大きく変わってくると思います、はい。さあそしてセットプレーのチャンスを得ているのは白のユニフォームビガルタ仙台です。ペナルティエリアの中に3人4人入っています。壁は2枚、キッカーは左足11番のチアゴネイビス、ブラジル人です。ゴールに向かっていくボール、ヘディングクリア、サイトが絡んでいく。ここはピンチを出しましたベルディ。さあ飯尾がボールを持った、右サイド貝本も上がっているぞ、貝本にボールが出る、そして斉藤が手を挙げて待っているぞ、貝本のクロスボール、斉藤ヘッドはどうか、高桑が抑えました。いやー、いい形の速攻だったんですが、高桑ナイスセーブです。貝本右サイド運動量豊富です。さあ今度は8番のロペス、これもカットしていきます。どうでしょう、今日はヴェルディ、ブラジル人の3人にあまり思うようにプレーさせてませんね。そうですね、あのしっかり抑えて対応してますね。これは久保から出たボール、そしていいよ、ここから一気にチャンス作りましたね。この貝本選手のオーバーラップですよね、今までのヴェルディなかった形ですので、はいはい、これでしかしヴェルディも全部で今所属する選手が42人になったんですけれども、はい、ますますこのラモス・ベルディ、はい、競争が激しくなってきますね。そうですね、また新たな外人がボランチの選手が1人入るということも気にしてますので、はい、何かこうブラジルでも大きく報道されて、はい、それが実現するんじゃないかと言われています。そうですね、聞くところによるとあれですか、180センチを超える大型なボランチなんですね。そうですね、ディフェンシブのすごくいい選手だということをお聞きしてますけど、はい、となるとただでさえこう競争の激しい中盤でもまた激しい争いが起きてきま す、ね、はい。さあそのボランチの若い21歳のネジメ、このネジメは2シーズンは怪我で苦しみました、今季復活のネジメ。さあ44番鹿島から加入の石川からネジメがボールに絡んでいく。おっとこれはロペス足を引きずる形、さあまた貝本が上がっている、やっとこれはゴールに狙っていきますがラインを割りました。右のオープンスペースに走り込んできました貝本浩二郎です。久保がこのスペースにボールを出していきました。貝本の再三のこの動きいかがですか。そうですね、もう本当ラモス監督の期待通りのことをしてくれてますね、はい、全て貝本選手が起点になってますから、はい、はい、イエローカードがベガルタ仙台のロペスに出ました。今日の主審は鍋島さんです。副審に鈴木さん、恩師さん、第4の審判に加藤さんという審判団の副審です。ロペスにイエローカードです。さん、まあはい、このロペスは今日累積ですので次戦出られないということになります。4枚目になりますね、となると仙台トリオの一角が欠けるという形になってしまいます。次の試合、さあ菅井がクロスボール、これをねじみが体を入れてカットしました。前半30分を経過しています。まだ0対0、激しい攻防になっています。4位ベルディ、2位ベガルタ仙台の対決です。さあボルジェスがボールを持って菅井のクロス、低いボールヘディングクリア、ねじみがこれをボールを抑えていきます。2番の北に前に送ってロペス、さあそしてチアゴネイビスが体を、4番戸川が入れました、ディフェンスリーダーの戸川。いやーチャンスがあれば狙っていこうというベガルタ仙台見て取れます。右サイド貝本高い位置でポジションも取っています。11番の大野、中央にボール位置しています。さあ右の貝本、これは向こう側に蹴り出していきました。前半30分を超えても激しい攻防、0対0の両チームです。ラモス監督険しい表情でテクニカルエリアから一旦ベンチに戻ります。もうそろそろラモス監督も布陣を固めて戦いたいというふうに話していました。そうでしょうね、はい、
開幕当初は、まあ、本当に寄せ集めのチームだから13、4節ぐらいまではチャンスを与えるというふうに話していたラモス監督です。さあこれは前を向いたら面白いところですが、ボルジェスにシュートを打たせません。今日ボルジェスがほとんどこういい形でボール受けられませんね。そうですね、今もそうですけど戸川選手がすごいいい対応してますね、はい、さあそして大野、斉藤へのスルーパス、どうかシュートに行けるか、クマ左足、斉藤がシュートを決めました。斉藤今シーズン3ゴール目、先制点は東京ヴェルディ1969、アシストクマでした。いやー速攻でした、大野からクマに出たボール斉藤に流して左足。藤川さん、この形、はい、いかがですか。素晴らしい攻撃の形でしたね、はい、久保が真ん中でポストプレー、そして飛び込んできた斉藤、ラモスガッツポーズです。どうしてもバランスを取っている千葉直樹選手が上がったところを突かれるとこういう形になってしまうんですよね、仙台は、はい、いや仙台はこの前の試合8試合ぶりですか、ゼロで抑えたという試合だったんですが、はい、先制を喫するという形になりました。2位のベガルタ仙台、ベルディは素晴らしい時間帯に点取れましたね、はい、ベルディとしてはこれは願ってもない形、このゲームプラン通りの、そうですね、ここまでの試合運びですね。そうですね、イメージ通りだと思います。そしてフォワードも争いが激しく、まあ、平本が出場停止、怪我がバジーリオということもありまして、はい、斉藤にとってもいいアピールになりましたね。そうですね、こういう形が出てくるとすごい、さあディガネミスシュート、惜しかったですね、ポストの右に逸れていきました。ここでボルジェスがポストになってチアゴネイビスでしたが、ポスト右に切れています。今もしっかり戸川君が体を寄せてるから、ああいうシュートが発生するような形になってるんですよね。今日はこのセンターバックディフェンスリーダーの戸川が集中しているからと見ていいわけですね、はい、ベルディ守備陣の要、下部組織上がりの若きディフェンスリーダー戸川健太、体を張った闘志あふれるプレーで敵の攻撃を食い止める戸川、入団当時からディフェンスリーダーとして期待されてきたが、度重なる怪我の影響で満足のいくシーズンを送れず、さらに去年チームも J2 へと降格。今年はラモスベルディのディフェンスリーダーとして J1 昇格を目指す。去年以上に自分がリーダーでやっていかなきゃいけないということは、まあ、グラウンドの中でも外でも意識してやっていきたいと思います。週末の FIFA ワールドカップは日本テレビ系列で民放最多の5試合放送、しかもアルゼンチン、オランダ、スペインなど超豪華カードが目白押し。金曜土曜週末のワールドカップはご覧のチャンネルで。ルーブルが今度は上野にやってくる。アルフのヴィーナスをはじめギリシャ芸術132点が日本初公開。ルーブル、ルーブル、ルーブル美術館展、マイル展発売中。君の男の一番何？仕事が一番です。仕事？彼女より？仕事、仕事、仕事。彼女いんの？彼女いますよ。名前は？男の一番、イワンコーヒー。ブラックも。グッデイ。君と始まるブランデー。V6。グッデイ色メロで着歌先行配信中。最新着歌は色メロドワンゴ。明日の元気にウコンの力、しかもすっきり飲みやすい、本当かしら。本当さ、ハウスウコンの力、飲んだら飲んどこニンニクも。例えば旅先のドイツでスポーツ観戦をしながらコミュニケーション。Wer ist Ihr Favorit? これがあればなんとかなるかも。海外旅行ぶっつけ本番、旅の指差し会話帳 DS。 色メロで着歌フル配信開始。 B'z 最新シングル着歌フルで配信中。着歌フルは色メロドワンゴ。たどり着いた味、100年ブラックワンダから。
生き物がかりニューシングル花火。さあ残り時間45分まで2分を切りました。東京ベルディ1969対ベガルタ仙台 J2 第20節国立競技場です。ボルジェスにボールが当たりますがしっかりマークしていますベルディ。さあクロスボールが入ってきてヘディングシュートはどうか。ロペスのヘディングは左に切れていきました。十字を切りましたこのロペスです。後ろからリアン・ヨンギが上がってきてのクロスボールでした。まあ、コース消しに行ってますけどもね。そうですね、ちゃんとあの2人で対応してますからね。ゴールキーパーの高木が話していたんですけれども、はい、こうやって粘って守って後ろサッカーをしていれば、はい、だんだんとブラジル人トリオがイライラしてくるはずだと。そうですね、そこに勝機があるのではないかというふうに話していましたが、はい、まずは狙い通りの立ち上がり前半です。さあロペスがボルジェスへ、しかしここもカッサッと貝本。さあクバがボールを持った、そして前に送り込んでいきます。ヘディングクリアは北に、そして中盤10番のレアン・ヨンギです。最終ラインにボールが戻りました。44分を過ぎています。ローペスへのボール、おーっと貝本絞ってきました。今度は左からチャンスを作ろうというところ、熊林から左へ上がってきた村上、もう一度熊林、チアゴネイビスが送って、さあこのポストプレー、ボルジェスが前を向いたら怖いものがあるぞ。コーナーキック、前半終了間際チャンスをものにしています。前半4本目のコーナーキックはベガルタ仙台。さあここで同点にできたらベガルタとしてはいい前半の終了になるんですけどもね。そうですね、あの逆にベルディは失点をしないように気をつけた方がいいですね。さあロペス8番、188cm、186cm、そして白井北谷が上がっています。キッカーはリャン・ヨンギ。ロスタイム1分と表示されています。高く巻いてきたボール、ここはファウルを取りました。7番の千葉がファウルを取られています。ピンチを免れてゆっくりとボールをセットしているのはゴールキーパーの高木です。集中してディフェンスラインを通させている4番の戸川、そして2番ベテランの萩村、そして両サイド進化流ながら持ち味を発揮しています。左に石川、右に貝本、こちらが石川です。これは手前のタッチを割ってベガルタボールになります。非常にベルディのディフェンス陣が集中してますよね。背中が見えているのが先制ゴールを生み出しましたこの斉藤です。読売クラブベルディが黄金時代で攻撃サッカーって言われてましたけど、実際に試合を振り返ってみると全てが1点差ゲームっていうのが多いんですよね。あ、なるほど、はい、ですからどれだけやっぱりディフェンスを失点ゼロに抑えるかっていうのが大事になってきて、こういう粘り強い守備っていうのが大事になってくるんですね、はい、そして今前半終了のホイッスル1対0、まずはゲームプラン通りに前半を折り返します。東京ベルディ1969です。今シーズンアルビレックス新潟から新加入、高さと強さを兼ね備えた萩村重典、柏、京都、新潟で守備の要として活躍したディフェンスのマルチプレイヤー、特に空中戦には絶対の自信を持ち、守備だけでなく攻撃面でもベルディを牽引していく。熱い戦いになると思うし、まあ、自分もその中で負けないように、またチームを盛り上げられるようなプレーをしたいなと思ってます。6.12、勝負の初戦オーストラリア対日本、その試合開始直前、決戦の地からの最新情報、 2006 FIFA ワールドカップデイリー、12日夜8時。今夜のデラックスは鈴木宗男に気をつけろ、紙の袋にも2人で置かれて入ってますから。金の王様もビー太郎、やった
XBOX360 は2006ワールドカップの公式家庭用ゲーム機です。本日は晴天なり、いざ行楽へ。セブンイレブンに立ち寄ればレジャーセットの出来上がり。いただきます。笑える時間を仲間と過ごす。セブンよ、今日もありがとう。この夏、世界をジャックする。 What is it that has Jack spooked? How much do you know about Davy Jones? You owe me your soul, Jack Sparrow! Oh, bugger. If there was anything could be done, well, there is a chest. The dead man's chest. To find it, you must see it to the end of the earth. We have our heading. There will come a moment when you have the chance to do the right thing. I love those moments. I like to wave at them as they pass by. Pirates of the Caribbean.デッドマンズチェスト。コカ・コーラについてるシープをゲットして、試合結果を予想しよう。リゾート当たれば浮いたホームリース。それではラモス監督です、前半1対0振り返ってみていかがですか？あ、そうですね、まあ、1点取っていい時間で取れましたから、すごく非常に良かったんだけど、まあ、もうちょっとね、サイドバックに利用してもらいたいなと、もうちょっと使ってもらいたいな、あとやっぱりボールとかを使わせないと中盤あたりで、まあ、気持ちがやっぱり今前半以上の気持ちで戦わないと勝てないなっていう指示出しただけです、はい、後半に期待する選手は全員です、はい、ありがとうございました。今後半のキックオフ、今度は白のユニフォーム、ベガルタ仙台の後半のキックオフです。現在 J2 2位につけているベガルタ仙台、そしてリーグ4位、ここから勝ち点を積み重ねていこうという東京ヴェルディ1969。さあ、チアウネイミスがボールを持っています。ベガルタ仙台、このパスはカットしていこうというところ。ロペス前を向いて、さあこれワンツー抜けれたら面白いところですが、ディフェンス体を張ります。そしてクバ、これはベルディーボールになります。前半と同じメンバーで後半も戦います。両チームともに後半まだ交代はありません。ご覧のクバ、先制点アシストしていました。そしてこちらが右サイドバック、今日新潟から加入してベルディデビューという貝本浩二郎です、28歳。そして左サイドには鹿島からこちらも入団、左サイドバック石川達也、26歳です。ゴールキーパー高桑がこれボールを拾いに行きました。さあ1点を追いかける形になりましたベガルタ仙台です。このまだ8番のロペス、本来の怖さを発揮できないでいます国立競技場です。ゴールキックから、ここはロペスが後ろから行ってしまいました、ファウルになります。倒れているのは4番の戸川、今日戸川集中してますよね。そうですね、得てして後半の立ち上がりとか、集中を切らして失点をしてしまうことがあるんですが、はい、後半の立ち上がりからすごい全員が集中してますね、ベルディは、はい、このベルディの若きディフェンスリーダー24歳、ベルディのユースから明治大学を経てまたベルディへと戻ってきました。今シーズンのディフェンスの要戸川、おっとこれはクリアミスになった、萩村がカバーに行きます。クバ、ヘディングの競り合い、7番の千葉が前に押し込んでいきました、ベガルタ仙台。さあこの左サイドバックの村上が上がっていけるかどうか。前半はこの左の村上、右の菅井がなかなか上がれませんでしたかね、ベガルタ。そうですね。さあ8番ロペスの早いリスタート、おっとこれは大野どうか、おっとチアゴネイビス奪われたらヒヤリとするシーンでした。ベルディ、ここはクバがハンドを取られました。ロペスに積極的に絡んだ。さあそして斉藤ドリブル、前には飯尾が待っている。斉藤のシュート、これは白井が体を張りました。後半1本目のコーナーキック、東京ヴェルディです。
前半シュートを決めた斉藤が後半も積極的です。伸び伸びプレーしてますよね、はい、こういうのは相手にとってすごい脅威なんですよね。そして立ち上がりの後半、まだ落ち着かない時間帯でのセットプレーになります、はい、ゆっくりとコーナーに向かっていきます。キッカーは石川です。左足の正確なキック低いボール、いいボールでした、ね、ヘディング後ろにそれました。さあここから速攻なるか。25番の菅井前に送っていきます。10番のリャン・ヨンギ中へ送って8番のロペス縦パスを送って、ボルジェスが前を向いたら面白いところですが、これは金沢が大きくクリアしていきました。おっと風に戻される形。長谷川さん、はい、後半に向けてラモス監督なんですけれども、ディフェンス面ではですね、はい、ボランチの2人に8番のロペスをもっとマークしろと、そして攻撃面では中盤でパスを細かく回してですね、相手を疲れさせていこうということを話していました、はい。まあ、やはりロペスを引き続き警戒しようというラモス・レイ監督です。長谷川さん、はい、一方のベガルタ仙台なんですけれども、やはりディフェンス陣がですね、前半終了してピッチから下がる際にですね、もう強い調子でいろいろ話し合っていたんですね。そうですか。やはりこの、ハーフタイムで、その中盤の促進、それから守備のあたりの修正を行われたようです。特にカウンターに注意しろと、サンタナ監督から指示が出ています。はい、ライン際でボールの奪い合いになりました。両監督のこのコメント、藤川さんどうお聞きになりましたか。そうですね、やはりベガルタの両サイドバックがですね、少し逆にベルディの両サイドバックを怖がってるのかなと、はい、それからあとちょっとベガルタのディフェンス陣の真ん中の2人の押し上げが少し遅いなっていうのを感じるんですね。あ、そうですか、はい、乗りに乗ってるベガルタ仙台は手がつけられないほどこう前がかりになるんですけどもね。そうですね、今日はちょっと受け手に回っている。まだ後半の立ち上がり。さあボランチ23番のねじめ左に展開していきます。大野一つ下げて久保がここまで引いていました。貝本がボールを一旦戸川に下げていきます。後半5分が経過しました。東京ヴェルディ1969対ベガルタ仙台。ベガルタ仙台は2位、今日首位の柏が試合がないので勝てば首位も見えてくるという試合です。貝本からこのボールはパスカット。さあ6番の熊林が抑えて、おっと26番の村上一瞬体勢を崩しました。これは大野のファウルを取っています。少しこの後半の立ち上がりはゆっくりした立ち上がりになっています。25番の菅井仙台4年目前に送っていく。さあボールです。低いクロスボール、ジャゴネイビスヘディングシュート、ゴールキーパー高木の正面でした。ボルテスが右に開いて中央、ジャゴネイビスという展開でした。前半はこのボルジェスも中に絞っていったんですけど、中で待っているシーンが多かったんですが、サイドのスペースに抜け出ていました。そうですね、ジョエル・サンタナ監督は外人3人に関しては束縛しないようなことを言ってましたね。もう前半好きなようにやらせるという、はい、これは年間を通してそのようなスタンスでいくみたいですね、話を聞いていると。この自由度を生かしてこういつもの破壊力を見せたいところですけどもね。そうですね、今日はなかなかヴェルディ相手に思うようなプレーができていません、ブラジル人トリオです。長谷川さん、はい、東京ヴェルディなんですけれどもね、サブの選手がもうウォーミングアップを始めたんですが、はい、その中でも菅原と大橋はもうすでにですねユニフォームに着替えています。あ、いつでも出られるぞという状況ですね。さあそして森本孝之の背中を取られています。18歳、右足の怪我があって少し出遅れた森本ですけれども、U19 日本代表インド遠征では試合にも出場しています。こちらがヴェルディのアップの模様です。今日東京ヴェルディ1969はご覧のように多くのサポーターが詰めかけています国立競技場。
この国立競技場は現在バックスタンド側が大きく改修中ということもありまして、今日はその席を使うことができないので両ゴール裏にサポーターが集結しています。長谷川さん、はい、そのベガルタのゴール裏左上の一角に黄色の集団ベガルタ仙台のサポーターが集まっているんですけれども、多くの方がですね、仙台から新幹線で今日やってきたそうで、はい、その中には今年で80歳になる女性勝利さんという方もいらっしゃいましたね。あ、そうですか。国立でベガルタの選手を見ることができるなんて思わなかったと、今日は、先月から非常に楽しみにしていたと、そういう話をしていました。そうですか。その国立で声援を送り続けています。同点を信じて声援の後押し、ベガルタのサポーターです。さあロペスがボールを持った、この並走を振り切るか。わーっとこの辺りはフィジカルが強い。右に振っていってヤンヨンギ、逆サイドに振っていったチアゴネイベスがこちらで待っているぞ。左足低いクロス、ここは戸川対応していました。あっとここは貝本が倒れてますね。貝本が倒されて、ここはファウ、カードは出るでしょうか。倒れているところ、両選手のこの両チームの倒れている選手を確認していきます。主審の鍋島さんです。はい、どうぞ。長谷川さん、先ほどですね、8番のロペスなんですけれども、その前のプレーで、はい、サイドチェンジをした際にですね、ちょっと足を痛めたようで、右足の足首のあたりを非常に痛がってますね。で、担架が運ばれまして、今それに乗るようですが、立ち上がりました。はい、ここでちょっと蹴ったボールがネジミに当たったんですかね。ちょっと足首をひねったような感じもしますね。一応用意された担架には乗らなかったんですが、どうでしょうか。まあ、核となる選手だけにプレー続行が期待されますが、さあそして貝本も立ち上がって、貝本選手は怪我にも強いですからね。フィジカルコンタクトは強いですから。ここは貝本とチアゴネイビスの競り合いでした。両選手ともに大丈夫なようです。ちょっと右の首の筋あたりを気にしていますが、水を口に含んでこの貝本です。まあ、前半は本当にチャンスメイク起点となりました。一旦ピッチの外に出て、今手を挙げて戻っていこうというところです。貝本長谷川さん、はい、そしてロペスも今戻りました。はい、ただ少しまだ痛がっているようですね。さあ久保にボールが当たった。低いクロスボール、チアゴネイベスがボールに行っています。ボルジェスに当たったボール、これもパスカット。さあ上がっていく、貝本上がっていく、ドリブルで切れ込んでいく。まだ警戒ですね。そうですね。やはり藤川さんも話されてましたけども、スタミナにも十分な自信があるんでしょうね。水を得た魚のようになってますね。まあやはりこの J1 新潟から出場機会求めてこうやってきました。ちょうどこうラモス監督が求めているものと自分がやりたいこと、それが一致してるんでしょうね。そうですね。さあこのポストプレーもベルディ潰します。クバが中央に来ています。右サイドバック貝本、ロングボールを前に送っていって、ここに行くのが斉藤、ヘディングクリアは白井です。ボールがハーフウェイを挟んで行ったり来たりしています。この時間帯後半10分経過しています。さあ9番のボルジェス、ここはファウルを取られます。デルフィ、このボルジェスがまだフリーでシュートを打てません。伊藤へ浮いたボール、これを抑えていくキャプテンの大野。ベルニーです。1対0、前半33分に39番の斉藤が先制点を挙げました。ここはゴールキックになります。後半12分が経過しています。少しゆっくりとした立ち上がり、ベルディ1点リードは変わりません。週末の FIFA ワールドカップは日本テレビ系列で民放最多の5試合放送、しかもアルゼンチン、オランダ、スペインなど超豪華カードが目白押し。金曜土曜週末のワールドカップはご覧のチャンネルで。新
働いたら負けだな。ニート軍団 VS 太田総理。それこそ石投げりゃいいんだよ。ワールドカップに行かれるサッカー通に総理と八方が勝つ。金曜夜8時。ズームインスーパーもビー太郎。君が待っているから、こうやって茶葉本来の旨味と香りを生かすんだ。じっくりとみずみずしさを引き出したはじめ、さえみどりも出た。レッドホットチリペッパーズ待望のニューアルバム、ステイディアムアーケイディアム、2枚組2980円で絶賛発売中。そのノートに名前を書かれた人間は死ぬ。2人の天才の最強の頭脳戦が今始まる。デスノート。なんだあれ。ガゼンクールだ。夏になるマイナス8度ホームアイス、ロッテクーリッシュ。うめえ。でしょ。え、決して覗いてはなりませぬ。よーく考えよ。将来保険料が半額になる医療保険は、エバーハーフ、半額半額。ローソンフェア、今だけ今だけちょっぴり贅沢限定商品食べなくちゃ。さらにその場で当たるよ無料券。当たったしょ。ローソンフェア、さらに抽選でこれも当てたい。しょ。マイローソン。知らない間に花粉は隙間からあなたを襲う。日立独自の花粉押し出し吸気、白クマくん花粉押し出しの勝ち。日立。18歳の森本貴之、16番の飯尾和則に代わりまして森本投入です。そしてまた萩村がやはり右足首を押さえて、どうでしょう、ちょっときついんですかね。そうですね、まあ、でもここまで素晴らしいプレーしてますからね。そうですね、はい、今日ディフェンスをできる選手としてベルディ今ベンチにいるのは菅原、しかし菅原センターの選手というよりはボランチ元々中盤ですから。そうですね、サイドバック、まあ、サイドでしょうね、はい、サイドバックとボランチですね。そういう意味では萩村の状態が気になります。さあ、そして今森本投入です。ボールですが右に流していって、あっとここはシュートまでいけない。ベガルタ仙台、今後半20分になりました。菅井が上がってくる。もう一度菅井、ポーンとガスタボール。ロペス右に振っていって、あっとこれはチアゴネイビスまでボールが通りません。ここはベルディーボールになります。ああ、チアゴネイビスも熱くなっています。ファールが逆じゃないのかというところです。あっと、ここで2枚替えです。向こう側に見えているのが磯崎、そして手前がバンダイヒロキです。菅原さん、はい、10番の、ラン4ギに変えまして18番のバンダイ、はい、そして、6番の熊林に変えまして17番の磯崎が入るようです。はい、となると少し前線に枚数を増やすということになるんでしょうか。バンダイはフォワードです。でそのあたりですね、18番のバンダーに対しては、はい、なんか4トップのような形、まあ、実際には2トップ2シャドウになるようなあの指の仕草はしていたんですが、やはり攻撃的なポジションに立つようにとそういった指示を与えてましたね、はい、ちょっとこの展開どうなるか楽しみですね。そうですね、あ、そして金沢が倒されています。後半20分になろうというところ、ピッチ上金沢が倒れています。さあ、そしてここで2枚変えてきました。10番のリャン・ヨンギに代わってバンダイ・ヒロキ、そして熊林に代わって17番の磯崎が投入されます。ベルディもバツを出してますね。おっと、なると金沢はダメという、金沢ちょっとダメそうですね。バツマークが出ましたね。あっと、中盤この締まった守備をしていたボランチの金沢ですが、バツのサインが出たということになりますか。いや、でも金沢立ち上がりましたね。プレーを続けるかもしれません。あ、金沢自身が今大丈夫というか。あ、そうですね、それは良かったですね。
少しこう倒れる選手も多くなってきたんで、そうですね、激しくなってきましたね。そうですね。さあ1点を追いかけるベガルタ仙台、後半20分を過ぎまして、バンダイ、ヒロキ、そして磯崎啓太を投入してきました。バンダイはフォワード攻撃的、一方で磯崎はディフェンスの選手です。このあたりどうシステム変化してくるか。さあ森本がいくか、森本右足で流し込むようなシュートでした。これはコーナーキックになります。18歳森本貴之、森本が白井をかわしてのシュートまで行こうというところでした。森本、今シーズン4度目の途中出場ということになります。さあそして森本はニアの位置、ここに3人囲まれる、そして斉藤は少し離れた位置にポジションを取ります。キッカー11番のキャプテン大野、巻いてくるボール、ディフェンス頭に当たっています。こぼれ球はベルディーボールになります。ペナルティエリアに近い位置、森本が後半投入されました。森本18歳、ねじめにボールが下がります。20歳のねじめ、ボランチのねじめです。さあそして43番右サイドバックの貝本、大野へのパスというところ、あ2人1対2になっています。あっとこのパス交換はボールを奪われています。しかしここから速攻に持っていけません、今日のベガルタ仙台です。ベルディチャンスが続く、森本から石川が上がってきた、これもベルディーボールのスローインになります。石川がこう割合に落ち着いて左サイドバック、はい、一方で右の貝本は前へ前へと攻めていく。そうですね、長谷川さん、ラモス監督、大橋を呼びました。交代があるようです。さあ今ゴール前、向こう側のタッチライン終わりました。大橋を呼びました、大橋正弘です。今菊池新吉コーチから指示を受けています。矢継ぎ早に選手を投入しようというラモス監督です。クバに変えて大橋を投入するようです。クバを下げての大橋投入というところ、まだ交代認められていません。さあチャンスだ、あとか、これは PK だ、 PK になりました、斉藤。さあそしてレッドカードです。退場になりました、2番の北に一発退場ということになりました。いやーこれからというところだったんですが、そうですね、この斉藤に対してレッドのファウル、そして PK、 いやーこれはベガルタ仙台としては痛いですね。痛いですね。選手交代で石崎選手とバンダイ選手を入れたことによって少しベガルタバランスが崩れ出したんですよね、はい、そこでこう入ってこられたところ、体をちょっと体ごといってしまったという形になるんですか。そうですね、菅さん、こちらベガルタ仙台でも頭を抱えていますね。後半25分を過ぎたところ、1枚少なくなりました。さあそしてここで久保に代わりまして、大橋正弘投入のベルディラモス監督です。久保今日は非常にチャンスにしましたね。素晴らしい、素晴らしいあのパフォーマンスだったと思います、はい、そしてここでフレッシュな大橋を投入です。またここで大橋選手を入れることによって、あのリスタートしてちゃんとしてチャンスが生まれてきますからね、はい。さあそしてボールをセットしたのはキャプテンの大野です。ここ2試合は連続ゴール、3試合連続ゴールなるか。そしてこの2点目が決まって10人のベガルタということになると、この PK は重要な一本になりますね。なりますね。塚さん、はい、その間に、メンバーチェンジ、こちらベガルタ仙台11番のジアゴン・ネビスを下げまして、5番のディフェンダーの池田を投入します。最初は攻撃の枚数を増やそうとしていたサンタナ監督ですが、
フォワードのチアゴ・ネビスに代わりましてディフェンスの池田を入れてきました。さあそして高久はこの PK 止めることができるでしょうか。キッカーはキャプテンの大野。これが入れば大きな2点目。さあ大野、あー高久は止めた。素晴らしいセービングを呼びました。しかしこれもう1回ということですか。 なんでしょうか。イエローカードがアゲインですかね。26番の村上に出ました。高桑選手が先に動いたということですかね。前にこれは厳しい判定ですね。そうですね、あのゴールキーパーはあのライン上に早く動くのはあの問題ないんですが、前に動いてはいけないんですね、はいはい、あのルールが改正されましてライン上で早く動くことに関してはいくらでも大丈夫というふうにはなってるんですが、はい、あの少しでも前に動いたらいけ、あのもう一回やり直しというふうにルールになってますので。さあそしてこれは白井が倒れています。今ピッチの外に出ています。さあもう一度 PK やり直しということになりました。高川また止めた、また止めました。しかしまたです。また前に早く出たというところなんでしょうか。今副審は旗を上げました。高桑にイエローカードです。ちょっと雰囲気が騒然としてきましたね。そうですね、あのどうですか今この出てますけど、確かに蹴る前に出てますけど、はい、これはあの僕もゴールキーパーだった人間としてちょっと2回連続というのは厳しいですね。長谷川さん、そしてですね、ボルジェスにもイエローカードが出ましたね。ボルジェスにも出ましたか。はい、レフリーのジャッジ的に間違ってるか間違ってないかといえば、あのレフリーのやってる判断は正しいことなんですけど、はい、まあ、確かにキックの前に出てますけど、ね、はい、前には動いてますから、はい、そのあたりですね、あの第4審判の加藤さんに伺いますと、やはりイエローカードに出た理由、まあ、高川に関してはあの、まあ、先に出たと、はい、その他の選手に関してはやはりその審判に対するクレームに対してイエローカードが出たと話をしていますね。なるほど。では高川の後にその抗議としてボルト氏にイエローカードが出たと、ボルトスにイエローカードが出たというそのようですね。さあここは主審の鍋島さんがちょっと雰囲気が収まるのを待っています。これでカードが5枚出ました。1人その北に2枚一発レッド退場、そしてこの PK になっているわけなんですが、3回目の PK、 あっと今度はかすりましたがゴール決まりました。東京ベルディ1969、3本 PK を決定、これで2対0ということになります。高久は今もそうですね、ハグローブをかすろうとしましたけどね、はい、大橋が最後は蹴りました。2本蹴ったのはその前は大野、最後は大橋が PK を決めました。高久は吠えます。あ、ベンチにいた小針選手、これは控えゴールキーパーの小針にはレッドが出ました。長谷川さん、はい、このベガルタベンチでやはり一番熱くなっていたのはそのゴールキーパーの小針だったんですよね。そしてあのやはり何度も攻撃に行きまして、あの非常に熱くなっていたんですが、ここで退場ということになりましたね。まだ怒り抑えられない様子です。まあ気持ちはわからないでもないですが、まあしかし少しこう展開ね、両チームともに少し落ち着くのを望みたいですね、はいはい、さあ後半31分を経過、2対0、 PK を決めてベルディのリードです。 6.12 勝負の初戦、オーストラリア対日本、その試合開始直前、決戦の力の最新情報、2006 FIFA ワールドカップデイリー、12日夜8時。パニックルーム、極限状態での恐怖が母と娘を襲う。
密室で巻き起こる戦慄のサスペンス、6月9日夜9時3分ザ・ワイドも B 太郎。年上に見られた。いい肌って貯めておけないな。よし、口内炎への効き目を肌荒れにも、チョコラ BB プラス。はじめまして、いい肌続け、元気出していきましょう。エーザイ。本日は晴天なり、いざ行楽へ。セブンイレブンに立ち寄ればレジャーセットの出来上がり。いただきます。笑える時間を仲間と過ごす。セブンよ、今日もありがとう。グッデイ V6 グッデイ。新曲の着歌先行配信中。メドレー着歌が手に入るのはニューモ。ニューモ。Em muitas partes do mundo tem meninos descalços correndo atrás da bola. Eu também era deles. Sesumkado.昨日より今日、今日より明日、香り豊かに、さらに美味しく。おーい、お茶、伊藤園だからできた味。悪魔の数字666が刻まれたダミアンがついに世に放たれた。The son of the devil. 2006年6月6日オーメン。あなたの後ろにダミアンがいる。新どっちの料理ショー、関口は北海道フルコース、旬の極上素材がずらり。対する三宅は今人気の沖縄料理。今夜9時。大手総理もギッタロー。試合がピッチを後にしています。苦しい展開になりました。ベガルタ仙台、東京霞ヶ関国立競技場からお送りしています。東京ヴェルディ1969が前半の33分に斉藤の左足のシュート、そして後半30分、ここから試合が荒れました。北谷がペナルティエリアでレッドカードの退場、そして PK になったんですが、高桑が2度その蹴る前に動いたという反則を取られました、はいはい、その間にまた退場者が出まして。長谷川さん、はい、ベルディなんですが貝本に代えて菅原を投入するようです。はい、さあ前線のスペースを使おうというところです。ここは5番後半投入の池田が向こう側に大きく蹴り出していきました。さあ43番の貝本に代わりまして6番の菅原を入れてきます。いやー、今日のデビュー戦いかがでしたか。ベルディでの素晴らしい活躍でしたね、はい、100点満点だと思います。本当にこうラモス監督が求めた両サイドの上がり、はい、これを見事にやってのけて。そうですね、そこでこう前半特にベガルタ押し込まれたというところありましたからね。そうですね、素晴らしいパフォーマンスでした。さあラモス監督、あ、表情は満足気なものが見られます。この貝本です。新潟から移籍してまだ1週間というところ、初めてのこの実戦国立競技場ホームゲームで見事な活躍を見せました。さあそして6番の菅原がそのまま右サイドに入っています。さあ9人での試合を強いられています。8人のフィールドプレーヤー、これはねじめが面白いミドルシュートを打ってきましたが、クロスバーを越えていきました。8人となると厳しいものがありますね、藤川さん。そうですね、さすがにあのベガルタ2人数的不利になると、あのカウンターといえどもそう点には絡めませんからね。また痛めています。今乗り上げる形になってしまいましたが大丈夫でしょうか。菅原ですね。菅原とボルジェス、ボルジェスが菅原の上に乗っかってしまいました。肩から落ちる、ちょっと落ち方危なかったですね。そうですね、あの菅原選手はあの言い方を変えるとあのプロフェッショナルファウルがすごく上手い選手なのでなるほど。さあロペス、またフリーキックになります。セットプレーを生かしたいフィールドプレーヤー8人のベガルタ。44番の石川ボールを落ち着けます。スコッツ下げてゆっくりと前に送り込んでいきました。萩村、
間もなく40分になろうという時間帯です。村上です。キャプテンの村上、そしてロペスの姿が見えます。今日はロペス、そしてボルジェス、ブラジル人トリオが思うような動きをさせてもらえません。先ほどは11番のチアゴ・ネイビスはもうすでにベンチに下がりました。11人対9人という展開になっています。斉藤、ここは無理をしないでベルディパスを回していきます。センターバックトガー、もうこう見ますとやはり白のユニフォームの分量がもう明らかに少ないなっていうのが見えてしまいますね。そうですね。でましてやベルディはあのポジションが得意なチームなので、簡単にツータッチで今のような形でボールを回してこれますからね、今ネズミがボールを持っています。あとはこうパスをつないでチャンスがあればシュートというふうな、もう完全に心理的に有利になります。左足のシュートクロスバー越えていきました。今もシュートあのパスを4本つなぎましたけど全部ツータッチですからね、後半41分を迎えています。レガルト思わぬ苦戦を強いられています。2位ベガルタ仙台、そして4位東京ベルディ1969です。今日勝てば首位も見えていたこのベガルタ仙台でした。そうですね、まあ、一方でさあ大橋にスルーパスが出る。大橋フォローに行くのは森本だがコーナーに逃げていく。おっとこれはベガルタボールを取りました。まあ、ベルディとしてはこの自分たちより上位にいるチーム、はい、これに勝たないと上位との差が縮まらないわけですから。そうですね、今日これは貴重な勝ち点ということになりそうですね。大きいですね。仙台とは7離れていました。トップの柏とは勝ち点で10離れています。まあ、横浜 FC とも5離れているんですが、この上位との直接対決で少しずつ差を縮めていって、何としても3位圏内、自動昇格の2位圏内というを目指している東京ベルディ。今日勝利することによって、昇格争いまたは1位ということが、射程距離に入ってきますからね。まあ、仙台としても去年は本当に最終戦で辛い思いをしました。さあシュートまで持っていけるか。ボルジェスが突っ込んでいきましたが、シュートまではいけません。ああ座り込んでしまいました。これは5番の池田からのロングパス、バンダイヒロキが落としてファールを取ってほしかったんでしょうけどもね。まさしく仙台としてはアウェーのゲームという感じですね。長谷川さん、はい、やはりこのベガルタ仙台のベンチでもですね、はい、もうそういった一つ一つのプレーに対して全員がベンチを立ってですね、白熱しますね。まあ、ただ仙台としてもセットプレー一つ一つというものもまだチャンスがないわけではないです。そうですね、逆にチャンスがあるとすればセットプレーだと思います、はい、さあ今菅原がポンポンポンとリフティングをして、ロペスもねやってましたんで同じような形で繰り返してみせました。さあクロスボールが上がって斉藤のヘディングまで行きません。後ろからこのヘディングはどうか。2人また倒れています。いや激しいボディコンタクトになりました。金沢とこちらはバンダイでしょうか。あ金沢の腰のあたりがバンダイに当たりました。そしてもう間もなく45分になろうというところです。東京ベルディ1969対ベガルタ仙台。東京ベルディとしては5月に4連敗、勝ち点を一つも積み上げられない苦しい時期がありました。そこから湘南戦、この2節前ですが、なんとか連敗を断ち切って今日3連勝を目指そうと飲んだこのホームゲームです。3連勝はもう目前、東京ベルディ1969。まあどうでしょう、このような雰囲気になってきたというのも、はい、前半ベルディが完全にボールを支配したという部分も影響してるでしょうか。そうですね、そう思います、はい、チームとして の覇気も全てベルディの方が上回ってたと思いますね。
ベガルタとしてはこう思うようにプレーできない苛立ちというのもあったんでしょうね。そうですね。さあロスタイムが表示されます。今手元の時計45分経過5分です。だいぶ中断されましたからね。そうですね。さあこの5分をベガルタ仙台はどう活かせるか。手前タッチラインで終わりました。後半の30分あたりでした。あの北見がペナルティエリア内でファウル、これが一発レッドとなって PK。 しかしこの高桑が動き出しが早いということで2回連続でファウル取られました。そうですね、2つのセーブを取り消されてしまいましたけど、はい、まああそこのあたりから雰囲気がだいぶ変わってきたこの15分間でしたけどもね。そうですね。そしてその時に取られた多くのロスの時間がこのロスタイムに反映されています。ロスタイム5分。東京ヴェルディ1969はこのラモス監督のもとチームが一つになりました。湘南との試合の前日宿泊したホテルでは17人のメンバーが本当にこう白熱した議論を交わし、そして思い思いのその思いの丈を述べたそうです。そこからチームに一体感が生まれました。人のためにサッカーをしよう、誰かを支え合うサッカーをしよう、まあ、そういう意味では黄金時代を築いたあのヴェルディの雰囲気というのをラモス監督注入したいという思いだったんでしょうね。そうですね。藤川さん、今日のヴェルディ特にこう前半を見てどんなものを感じられました？いや、本当にまさしく全盛期のヴェルディを彷彿させるようなディフェンスが粘り強くしっかり吐き気持ちを持って戦い、前線の選手がしっかりとゴールを決めるという、あの素晴らしい形になっていると思います。となるともう20節になりましたけども、はい、ラモスのこのヴェルディ魂というものが、そうですね、新生ラモスのやりたいサッカーがですね、はっきり今日の試合で形として見えてきたなというふうに思いますね。そしてこの連勝を重ねてきたメンバーにあえて2人新戦力を加えて、はい、その2人がまた結果を出したこの試合。そうですね、前半だけというパターンもよくあるんですが、あとまあロスタイムに入っていますけど、はい、後半もそれが持続して続いてますので、はい、思えばですね、今所属するしているメンバーが42人になるんですけども、はい、ラモス監督この20試合まででなんと30人のメンバーを実戦に投入しました。はい、まあ、いろんな選手にチャンスを与え、そしてその実力を見て、はい、そして徐々にこれから残り半分、まあ、ちょっとあるわけですけれども、そうですね、メンバーを固めていこうというところなんでしょうね。そうですね、ようやく種をまいてきたものが、芽を出してきてこれから花を咲かそうとしてますよね。去年 J1 から落ちました。その時の主力メンバーはほとんどチームを去りました。新しく集まったメンバーたちで新たなヴェルディの歴史を作っていこうというラモス監督、新戦力を多く迎え、しかし今解説の藤川さんの話もありましたが、その黄金期のヴェルディの雰囲気が徐々によみがえろうというところです。さあひたすらに時間を消化していこうというヴェルディ。さあ森本にボールが渡る。さあ7番の大橋から斉藤、さあチャンスだ、斉藤シュートまでいけるか、フィニッシュまでいけませんでしたがコーナーキックになります。さあもうロスタイム5分のうち3分30秒経過、残り時間が少なくなってきています。コーナーの位置にゆっくり歩み寄っていくのは39番斉藤です。もうほとんどの選手は上がってきません。向こう側のタッチラインを割っています。さあ東京ヴェルディ1969としてはこれでもうほぼ連勝を手にしました。はい、そしてこの先なんですけれども柏神戸と、はい、まあ、上位あるいはこう順位の近いチームとの対決になります。そうですね、今日の試合を見てますと、いい形で乗り切れそうな感じはしますね、私的には。あ、そうですか。はい、何かこう前半も特に、まあ、後半もですけど気持ち切らさず集中してるなというのが感じられますよね。そうですね、90分を通してそれができてますね。さあロスタイム4分30秒が手元の時計過ぎました。長くロスタイム取られています。右に振っていって6番の菅原、中へ斉藤、そして森本ボールをキープ。大きく
蹴りで出していったのはボルジェスですが、ゴールキーパー高木が抑えます。さあ今レフェリーの鍋島さんはちらりと腕の時計に目をやりました。今ロスタイム手元の時計で5分経過、もうそろそろ試合終了のホイッスルという時間帯になりました。2対0ベルギー上位、この2位のベガルタ仙台に対して今勝利のホイッスルを聞きました。2対0東京ヴェルディ1969ベガルタ仙台を下しまして勝ち点3を積み上げています。勝利監督インタビューラモス監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。3連勝ですね。そうですね、まあこういう形でもね、たまに勝ってもいいじゃないかなと思いますけどね、はい、あの新加入の選手、そして斉藤選手の気迫のゴール振り返っていかがですか。そうですね、まあ全然まだコンビネーションがないのにここまで彼ら両方ともやってくれたっていうのはやっぱりすごい、まあ高い能力の選手は分かってますけど、まああとは斉藤君はね本当にいいところで決めてくれたから嬉しいです。これ多分次につながるんじゃないかなと思いますけど。次といえば次は柏戦です。選手に期待することは何なんでしょう。いや全てからの力出し切ってくれないといけないなと思ってるんですけど、とにかく今まで通りに、戦ってもらいたいなと思ってるんですけど、はい、ありがとうございました。ラモス監督でした。続きまして今日先制点を決めました斉藤選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返ってみていかがですか。いやとにかく勝ててよって、それだけです。まあ、でも仙台2位ということだったんですけれども、いやまだまだ差あるんでね、どんどん自分らは勝っていくしかないんで、それだけです。本当に次は首位の柏戦です。はい、勝ちます。ありがとうございました斉藤選手でした。続きまして今日がヴェルディのデビュー戦でした貝本選手です。試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、とにかく結果がついてきてよかったです。ディフェンス面もそうなんですが攻撃面でも前に行っていましたね。そうですね、スペースもあったし、まあ、しっかりボールのポジションできたんで前にスペースに行くことができました。はい、そして次はいよいよ首位の柏との一戦です。そうですね、もう今日と同様結果を求めて戦っていきます。それでは最後にですね、ヴェルディのファンに一言お願いします。今日が初戦だったんですけど、これからも温かい応援よろしくお願いします。貝本選手でした。どうもありがとうございました。貝本という、まあ、新しいタレントも出てきましたけれども、はい、今日のヴェルディ非常にこう将来を感じさせるような、未来を感じさせるようなゲームしてくれたんじゃないですかね。そうですね、昇格というものに対して石川選手、貝本選手 の、 加入というのはものすごい、明るい兆しが見えた試合だと思います。はいはい、まあ、これで3連勝という形になりましたが、はい、次は首位柏との決戦になります。そうですね、今日得点を入れた斉藤選手といい、チームに活力勢いがついて、素晴らしいいい形で首位柏に臨めると思います。はいはい、本当にこうますますチームが一つになってきたなと。そうですね、いうところが感じられますよ。はい、黄金期のヴェルディを彷彿させるような素晴らしいサッカーになってきたと思います。はい、今日の放送の解説は元ヴェルディ川崎ゴールキーパーの藤川孝之さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京ヴェルディ1969対ベガルタ仙台、4位と2位の対決でしたが、ヴェルディが2対0で2位のベガルタ仙台を下しています。第26回高校生クイズ関東大会は7月2日神宮球場で開催決定。詳しくは番組ホームページまで。暑い夏が君を待っている。世界一受けたい授業も B 太郎恋愛戯曲、鴻上尚史がニューバージョンで送る大人のラブストーリー、チケット好評発売中。恋愛戯曲サンシャイン劇場でお待ちしています。見てみ、だって3人で行くんだよ。お母さんはさっき、ほらこっちの露天風呂の方がいいじゃん。何あなた、カモンワールドカップ。
プラド美術館展好評につき会期延長決定。天才ダ・ヴィンチを凌駕すると歌われたティティアーノをはじめ、ベラスケス、ゴヤなどの傑作81点を公開。7月2日まで東京都美術館。